月1日、金曜日午後10時30分を回りました。4号頻号の夜第457回、今夜もどうぞよろしくお願いします。カメラが位置が悪いのかな、ちょっと下向いてるかな。はい、いいかな。はい、ちょっとねタイトルの画像を変えてみました。オープニングの動画は、書いていないんですけどね、ちょっと梅雨、これから鬱陶しい季節に入っていくんですけど、まあ、写真はね、まあ、夏らしいものということで、砂浜を裸足で歩いている写真に切り替えました。はい、またね気分を新たに今月もどうぞよろしくお願いします。今日もね1日ということで、まあ、いろんなことを始めるということでね、結構忙しく活動してました。で、パッと今日振り返ると、あれ午前中今日何があったのかなって覚えてないんですよ。何があったのかな午前中、ちょっと待ってね。お昼は、あ、そうかそうか、そうだ、今日は朝からずっと、警察署に行ってました。まあ、別に出頭しろって言われていたわけではなく、あの道路使用許可申請を行うために警察署の方に出向いたんですね。午前中どんな、書式の書類を作ればいいのか、あと必要なものは何かないのかということで、まあ、とりあえず話をするために、なんだ、僕の作ったチラシをね、こんなチラシを、作ったんで、まあ、こんなことを、ね、チラシの配布と、あと署名活動を行いたいということでお話をしたんですけど、まあ、担当の交通課の職員の方がじーっとこのチラシを見てました。で、お一人でされるんですかって言うから、はい、えっていうような顔してましたけどね。普通、署名活動とか、チラシの配布、ビラの配布っていうのは、まあ、なんとかの会という会でね、まあ、4、5人で交代しながら配布をするんですけど、僕一人でやりますと言ったことで、なんか驚いたようでしたけど、あ、なんでその一人でやるんですかっていうのを聞くもんですから、いや、あの、これ、ミニボートピアの問題というのが、まあ、早急に誘致問題が、決まりそうなんですよって、果たして、説明も、議論も十分に行われていないのに、まあ、このままでいいでしょうかという声を上げないと、これでも終わってしまいそうなんですよね。だったらもう、何人集まろうが、それも関係なく、一人でも、こういった疑問を持った市民がいればね、どんどん活動を展開するのがいいんじゃないかなと思って動いてますって言ったら、あー、なるほどねっていうような声、顔をしてましたけれど、で、その後、こういった、書類の記載事例の、用紙をもらって、あと、道路使用許可申請書2枚、あと場所、どこで行うかっていう図面、あとはチラシとかね、あと署名用紙とか、あと印鑑、あと県の収入証紙が、2400円分いりますよっていう話をして、でその後、駅前の方の商店街にちょっと出向いてお話をしてきました。でちょうどその駅前商店街に向かう途中、なんかね、今日非常に蒸し暑かったんで、なんか変な天気だなと思って、上をパッと見たら、日傘現象っていうやつ、ハロという現象なんですが、太陽の周りにぐるーっと丸い輪ができていたんで、面白いなということで、まあ、いつもカバンにビデオカメラを入れているんで、ビデオカメラを取り出してずーっと撮影してました。なんていうか、街行く人って
あまり上を見ないんですね。で、僕が立ち止まってずっと上を見ているから、なんだろうと思って見た方が、逆に僕にお礼を言いました。ありがとうって、今日太陽すごいねって、やっとわかったよっていうようなことで、逆にお礼言われました。その方、デジカメを出して、撮って太陽を撮ってましたけれど、そういったね、日傘現象っていうのが、ね、たまに起きる。日傘現象が起きた後は、天気が悪くなると。まあ、天気予報でも、明日雨が降りますっていうようなことを言ってましたけど、そういった、日傘現象を、ね、撮影しながら、駅前商店街に行って、と、この件に関するお話をちょこっとやった後、というか、このチラシをね、作ったので、この内容でよろしいでしょうかというチェックを受けて、若干修正があったので、修正したのを急いで家に持って帰って、で、この道路使用許可の申請書を書いたり、このチラシの修正をして、印刷をして、ということをやってましたね。今日は。で、夕方、というか3時ぐらいかな、書類が間に合って、また、提出に行きました。特にね、難しい問題はないみたいで、来週の月曜日、午後4時以降に書類を出しますので、取りに来てくださいね、という話で終わったんで、特に許可しないとか、問題があるというレベルの問題ではないんで、いよいよ、来週、6月の本当は4日からやろうと思ったんですけど、4日に書類ができるということで、許可申請が下りるということで、6月5日の火曜日から、デパート前の交差点の歩道付近で、一人で署名活動、ビラ配りを行おうかなと思ってます。まあ、ビラ配りはね、お金があまりないので、どんな風にして安くであげようかなという風に考えてるんですね。まあ、一人でビラを配って署名をお願いするっていうのは難しいので、署名の方にね、重点を置きたいんで、まあ、口でバー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 言いながら署名をお願いしますっていうようなこと、あとサンドイッチマンみたいに、書いたやつを貼ってね、とやろうかなというふうに思っているところです。まあ一人でもね、そういった声を上げていかないと、もう本当何も十分な説明も議論もないままでいいんですかということになってしまうんでね。普通まあこういった、何とかを反対するっていう会話、まあどっかの、政党の、政党関係の市民団体の方が動いてやっていくんですけど。僕は全くそういった、市民団体は、特定の政党のバックアップはないんですけれど、もうやはりね、急ぎ部分があるんでね、ご協力をお願いできませんかということをちょっと打診をしているんで、まあ、早急に5000とか1万単位の署名活動、署名簿を作りたいと思ってますんでね、やはり、また、署名にご協力いただける団体さんとか企業さんとか学校さんはね、どん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 お願いをしていかないといけないかなと思ってるんですが、まあ、一人しかいないので、署名簿を持って一件一件、お願いに上がるのが難しいんで、とりあえず露出度が高い街頭で一人でやっちゃうということから始めていこうかなと思っております。まあそうやっていく中で、どっかのお部屋を借りて議論をしようとか、話し合いをしようとか、街づくりに関して意見交換しようとかという流れが出てくればいいし、6月の10日、今月の10日には、商店街振興組合の方で、説明会を開催するということで、まあ、僕は招待されてますんで、ビデオカメラを担いで、取材参加する予定になっております。その、会場の広さがどのくらいあるのかっていうのを実際見てないんですけれど、今日の、地元新聞の中央版にも、
組合員以外でも参加自由ですってありますんでね、この件に関して興味がある市民の皆さん、ぜひとも、今月10日の午後1時から駅前商店街の、ルポというビルがあるんですね。その2階に商店街組合、振興組合の事務所がおりますんで、そこの会議室で行われますんでね、もしお時間がございましたら、参加のほどよろしくお願いします。そして、僕と一緒に街頭活動をやりましょう。ただ、声を上げなくてもいいので、署名お願いしますというぐらいでいいので、声は、僕声が大きいので、どんどん張り上げてやっていこうと思ってますんでね。駅前を考えるという市民の輪、ね、陸の玄関口である駅前あたりをどうするのか、どうすればいいのかということをね、と一緒に考えていければいいのかなと思ってます。一応ね、道路使用許可申請は1ヶ月が最大なんで、6月の5日から7月の4日まで、30日分の申請をしてますんでね。まあ、そんなに早急にもうパッパッパって決まるわけないのかな。6月の定例議会が11日に始まるんですけど、請願書の受付が20日に締め切りって考えたら、もう、ほぼ毎日街頭活動をしないといけない状況なんですが、出てくる議案っていうのが、ルームがあるのかっていうことによって、まあ、対応も変わってきますし、まあ、賛成派、反対派が今、自治会と商店街の意見が今、二分してますんで、それは合意しなければ、上には上がっていかないんですね。だから、引き延ばし作戦ではありませんけれど、まあ、17日に組合商店街、商店街組合の方で、臨時総会を行うということで、6月の17日には賛成反対決まりますんでね、そこで自治会が賛成、商店街が反対となれば、ずっと平行線で行くわけであって、地元の同意が、同意形成がなってないということになるんで、まあ、次のステップの市議会に上がるには時間がかかるだろうなと思っております。その自治会なんですけれど、まあ、これ僕以前他の県で、ちょっと映像が止まったんで申し訳ありません。はい、すいません。調子が悪いですね。ずっと以前の放送でですね、宮崎市内の2つの自治会の問題を取り上げたことがあるんですね。一件が水増し受給の問題。水増しっていうのが何かっていうと、あれですよ。住民が移動して、もうここには住んでいないのに、住んでいるように、まあ、偽装をして、市の方から補助金をいただくということで、これは刑事事件に発展したんですけどね。あと一件は、お金の使い込み、街灯をつけるので、その街灯の、つけるということで、市から補助金が出るんで、それをまんまと、騙し取ったという、窃盗容疑で、これも刑事事件になったんですけどね、それに近いことが行われて、近いというか、数がおかしいんですよ。もう、数が点でバラバラ。新聞、地元の新聞なんかで出ている駅前地区自治会の、加入者数、加入世帯数っていうのかな、189
って聞いてるんですよ。新聞では。189。で、この前の、なんだ、5月13日の臨時総会のお話、臨時総会の議決の書類がここにあるんですけど、それによると、会員総数が136ってあるんですね。あれって、189ではないのというところ。136ってこれ何の数字って言ったら、これは昨日も言ったように、この自治会には正会員と準会員がおって、その準会員が50人いるって言ってるんですね。だけど今日聞いた、その準会員っていうのが商店街の、組合員さんなんですね。組合さんは、商店街に住んでいないので、地区外から商店街に来るので、一応、自治会費を払っていても、準会員という形なんですね。それは50人いるって言うんですよ。で、今日確認したら、いや、50人はいないよ。40ちょっとだよ。40いるかな、という感じだったんで、それでも176とかね、いう数字しかないんですよ。189っていうのは、なんで準会員も含めているの？準会員には議決権はないんですよ。発言はできるけれど、議決権はないということなんで、会員総数は136っていうことなんですね。これでいけば。だけど、別の資料では、宮崎駅前地区自治会の自治会補助金加入世帯数っていうのが、情報があるんですね。それ見てみると、加入世帯数なんで、さっき言った136と、近い数字になると思うんですが、違うんですよ。平成18年度390、平成19年度343、平成20年度350、平成21年度338、平成22年度350、で、平成23年度328という数字なんですね。あれ ?136 と326、2倍違うんだ。で、約2倍、ちょっと 1.8 倍ぐらいかな。まあ、2倍弱の違いがあるでしょう。328と136。で、しかも今日聞いた話では、189ではなく、225か6ぐらいじゃないのかな、実際は、って言うんですね。また違う数字が出てきたわけであって、まあ、226にしても、この書類に書いてある328とは、100人も違いがあるんですね。そのことを自治会の会長さんが自分とこの加入者数、会員数をきちっと把握してないということなんですね。本当に136人なのかと。ここに書いてある、昨年度の加入世帯数、会員数328って何ですかということになるんですね。これもしかすると、水増し来てるんじゃないのと。実際は136ぐらいしかいないのに、市に出している、数がその2倍近くの328ということになるんですよね。いわゆるこれ大きな問題ですよ。というのは、市が出している自治会への補助金っていうのが、平成22年度までは、1個あたり、1700円だったんですけど、現在は、1800円になってます。で、この1800円にはですね、平成14年に、家庭のゴミの有料化が始まったので、その、有料化のための補助金として200円が入ってます。で、1800円となってるんですけど、これが、支払われるっていうこと
なんですね。まあ、申請方法はここに書いてるんですけど、まあ、自治会が、6月、今月か、今月、市の方に補助金を、申請すると。そして8月に補助金が交付されるということで、今月は補助金を申請するための月なんで、さっき言った、136なのか、226なのか、あ、また、固まったの。すいません。だから136なのか、189なのか、136なのか、226なのか、これに書いてある328なのか、全くこれも数字がデタラメなんですね。まあ、地元新聞には189というふうに公言してるんで、で、189であれば、この328は何ですかということになるんですね。で、今月が、市に対して補助金を申請する月になってますんでね、まあ、今月中に、まあ、本年度の平成24年度の、加入世帯数、いわゆる会員数を把握して市に送ります。で、市はその書類を受けて、8月末までに補助金を交付するっていうんで、この補助金の交付に対する手続きによってはですね、水増しということが、もし本当であれば、ちょっとこれは大きな問題であり、ミニボートピアの誘致問題以前の話、ね、になると思うんですよ。これ、本当にどの数が正しいのかということはきちっとこれね、確認しておかないといけないし、市はそこを見抜けなくて、100世帯以上多く、補助金を支払っていたということになるんですよね。これ前例がありますんで、大塚大津って、もうすぐうちの近所なんで、僕の、パソコン教室の受講生がその自治会に入っていたんですが、僕がいるんで、その話題に関しては一切黙っていたんですけれど、僕も大体もう取材をして分かっているんですが、水増し事件があるんでね、他の自治会でも、そういった、住んでいないのに住んでいるとごまかして、余分に補助金をもらっているっていうところ、ね、不正受給、まあ、生活保護の不正受給も問題になってますけれど、自治会の補助金の不正受給、ね、そういった問題に発展するのがすごい悲しいのでね、本当、宮崎駅前地区自治会の会長さんがきちっとした数字を、責任持って言わないとね、いろんな数字が出回ってますよね。どうなんでしょうかね。ということで、まあ、ただ単に公営ギャンブルがいい悪いという問題ではないということは、まあ、ご理解いただけるかと思うんですが、そういったね、自治会の問題、まあ、前も話をしましたように、自治会自体が高齢化してます。同じ人間が5年も10年も20年も会長、役員をやるんですね。そういったね、固定化された役員がいる自治会っていうのは、やっぱり固まってくるんですよね。まあ、頭が凝り固まっているから、柔軟な発想、知恵、アイデアが出てこない。会計処理に関しても、ずっと長年、一人の人間が、お金をいじくっているんで、どうにでもなる。それが、学園キバナ大の、補助金の横領問題なんですよね。そういった形でね、ちょっとね、もう、会長2年とかね、役員も2年とか、どんどん入れ替わって、運営の透明性を図っていかないと、何やってるんだということになってくると思うんですよね。そのあたり、もうすでに自治会は弁護士さんがいるということで、弁護士がこの問題をどうクリアするのか、ちょっと楽しみなんですけれど、この市に出す書類が、去年段階で328という会員数が
ガクッと189に減るようなことがあれば、なんでこんなに違うんですかっていうことが当然追求されます。ね。そのあたりちょっと僕もね、市民メディアとしてね、追求していきたいと思いますし、自治会のあり方に関してはね、もっと多くの方が関心を持って、どういった金が動いてるんだ、ね、どういった事業やってるんだ、なんでこういった事業にそういったお金がかかるんだとかね、そういったことをね、どん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 ガラス張りにしていかないといけないと思うんですよね。うん、だからちょっとね、わかりません。もう見てこない。まあ、これ自分とこの自治会ももう怪しいんですよね。会長がずっと同じ校長上がりの会長で、どうなのかなってところがあるんでね。まあ、市の自治会連合会の会長は、僕の元上司です。海老野市立格闘小学校の校長先生だった方が退職されて、今、大宮の方に住んでいるんですけれど、自治会連合会会長です。もう上司の頃から怖い先生でしたけど、今でも怖い会長なんですけれど、まあ、その会長はね、力を持ってるんで、今回の問題、どう考えてるのか、まあ、酒を飲みながら、話をしてもいいのかなというふうに思っているところなんですけどね、ちょっとこれはずさんです。会長が自分とこの会員数、いわば親分がうちの子分何人いるのか、さあ、189人かな、136人かな、いや待てよ、328人かなっていうふうな親分はどこにもいないわけであって、それをきちんと親分が把握してないということも、なんか怪しいなということなんですよね。今後そういった、ミニボートピア問題だけはなくて周辺のこと、手続きの問題、そういったことでね結構、時間がかかってくるのかなと思ってますんでね、僕も一市民として、市民メディアとしてもどんどん追求していって、悪いところをどんどん変えてね、悪い海を出して健全な自治会、コミュニティ作り、地域自治ができるようにね、僕も力を出したいと思うし、今回やったことがモデルケースとして、市内の他の自治会の健全運営にもつながっていければ、それは OK なんでね。ただ、悪いことを暴いて、なんだお前らはっていうのだけではなく、悪いとこを正して、どんな風に改善していったのかということを、まあ、マニュアル化、明文化、具体化していけば、他の自治会もね、もう役員さんが高齢化で、この問題がこうなってますよということに対しても対応できるのかなと思ってますんでね、まあ、誰が悪い、彼が悪いというよりも、まあ、一番悪いのは無関心な会員さん、ね、委任状だけ出して、あとは知らん顔という会員さんが、僕は一番悪いと思いますよ。まあ、会長に5年も10年も押し付けて、自分らはね、ただ委任状、はい、委任状、はい、委任状、ということで、やれば終わるわけだから。そんなんやったらもう、自治会辞めれば、気がするんですよね。自治会で議決権もある、発言権もあるんだったら、普通だったらね、おかしいな、こう変えないといけないと思って行くんですけどね。まあ、あと、ね、やっぱり時代が変わってきたから、まあね、人の考え方も変わってきたんでしょうけど、もうちょっと自分とこのコミュニティ、町をよくしていくための取り組み、活動、自治会活動にもね、参加してほしいなと思います。つんで僕が街頭に立つというのも、そういった、無関心層、無関心派の市民の皆さん、自治会の会員の皆さんに、ちょっと目を覚ましてほしいな、ということもあります。はい、ということで、今日も熱くお話をしましたけれど、そういうことで、今月は忙しくなりそうですが、なるべく放送は
この時間帯で続けてやってきますんで、今月もご視聴のほどよろしくお願いします。はい、もうあと話すこと、なかったかな。スマートフォンに関しては、ここね、2、3日調子がいいんですよ。不具合を。一回かな、シャープのライフログというシステムが強制終了っていうのがあったんですけど、その他は特に問題なく動いてるんでね、まあ、しおりに持っていくのは、ちょっと様子を見ようかなと思っております。またね、スマートフォンに関するお話もしていきます。あと今日の、先ほどの日傘現象、ハロという現象の動画を YouTube の方にアップしてますんで、お時間がございましたら、そちらもご覧ください。はい。それじゃあ、今夜の4語頻語な夜、第457回、この付近で終わりにしたいと思います。また明日もよろしくお願いします。